フェリックス東海5リットルペンサコラ海軍航空基地にてフェリックス東海5リットルはイギリスのフェリックス東海軍工廠で開発された飛行艇でジョンシリルポートが設計したフェリックス東海シリーズの一機である。第一次世界大戦中にアメリカで生産するためにフェリックス東海号を改め設計したものである。民間機型はエアロマリン75として知られている。 海軍航空交渉で生産された海五リットルの初号機ポートはアメリカのグレン・カーチスが設計した飛行艇カーチス h 十二をベースとしフェリックス島海軍交渉で実用性を高めて大型化させた海五を開発したこれをさらに合理化し低体の素材として薬品処理した理念に変えてベニアを使用することで強化するとと,ともにエンジンに三百三十 h p あとに 400HP に強化を発揮するアメリカ製のリバティエル -12A を使用することとして再設計したのが F5 リットルである。イギリスで試作機の製造と試験が行われた後、量産設計はフィラデルフィアのアメリカ海軍航空交渉に引き継がれ、戦時下で生産に適するようさらなる変更が加えられた。アメリカでは 海軍航空交渉の他カーチスも生産を手掛けたことからカーチス海5リットルと呼ばれることもある。また民間型はエアロマリン75としても知られる。海5リットルは海軍航空交渉で137機、カーチスで60機、カナディアンエアプレーンズで30機が生産された。その一部は1919 19年にエアロマリン、プレーンモーターで民間機型に改造された。 海5リットルは終戦後にアメリカ海軍で正式採用され、1928年に後継の PN-12 にその座を譲るまでアメリカ海軍の哨戒機として活躍した。民間機型のエアロマリン75は乗客10名でエアロマリンエアウェイズがキーウェストハバナ路線を運行していたほか、ニューヨーク、アトランティックシティ間及びクリーブランドデトロイト間で、 アメリカ郵便公社初の国際航空郵便の輸送に従事した。バハマのビミニ上空を飛行するエアロマリン75コロンバス号1923年1月13日、エアロマリンエアウェイズが運航するエアロマリン75コロンバス号がキーウェストからハバナへの飛行中にエンジン故障によりフロリダ海峡に不時着水した。当時の海面は 箱を3から4.5メートルと荒れており、この波を受けて、停滞が浸水した。乗客4人が死亡したが、乗員2人と乗客3人は近くを航行していたフェリー船、HM フラッグラーに救助された。アメリカ海軍所属の F5 リットルの停滞及び、フロートが国立航空宇宙博物館に保存されている。ただし、停滞は構造を見せるために一部の木材が、 取り外されている。停滞、フローと共に保管状態にあり、一般公開はされていない。出展、フライト31 July1919、スミソニアンナショナルエアスペースミュージアム、フェリックスと諸言性能武装技術的に関連する、機種同時代の飛行艇。ありがとうございます。